予想していた範囲は見たはずだが、壁の穴はまだ先なのか。あれは調査兵団か。私は駐屯兵団リコ・ブレゼンスカだ。で、壁の破壊箇所は特定できたか。いえ、この先は。ここは駐屯兵団による防衛ラインだ。これより先に巨人の目撃報告はない。穴を見落としたということは。巨人が通れるほどの大穴を見落とすなんて考えられないと思いますが。おい、大変だ。巨人の群れが現れたぞ。本体が囲まれちまってる。なんだと。すぐに戻って本体の離脱を支援しろ。駐屯兵団も準備が整い次第加勢する。はい。巨人に包囲されたか。何としても全滅は避けなければ。俺たちがおとりになって時間を稼ぐんだ。本体が離脱する間、巨人を引きつけるぞ。馬で走っているだけではいずれ追いつかれるな。足の速い巨人はおびき寄せて一匹ずつやるしかないんじゃない。やるしかねえだろ。あの縁談、助けが必要だな。やったぜ。どうだデカルス、来いよ化け物。やったぜ。よし、食らわせた。やったぜ。どうだデカルス。巨人は我々が引き受ける。そこの砲台を利用してくれ。やるしかねえだろ。力を貸せ。来いよ化け物。やるしかねえだろ。急に待ってろ。やるしかねえだろ。
俺たちが巨人を引きつける。そこの砲台を利用してくれ。悪く思うな。あの辺だ。助けが必要だな。やるしかねえだろ。力を貸せ。欲しい巨人が。だが援護を頼む。まだ嫌だな。残らず排除してやる。本体はホイを脱出できたか。あれは集合の合図だ。かかってこい。連弾の場所へ向かうんじゃねえだろ。しまった。このままじゃおとりにもなれず死ぬだけだ。あれは馬か。あそこに向かおう。馬が一頭でも残っていてくれれば。獣の巨人が現れたぞ。間違いねえ。あっちだ。あいつは動きが読めず厄介だ。先に仕留めるぞ。やったぜ。あ、そうした。まずかった。やったぜ。馬が残っているぞ。よし、これで作戦に復帰できる。こんなところで死ぬのはごめんだ。また何か出やがったってのか。倒すべきか。
な奴は力を貸せるじゃねえぞ。巨人ってのは逃がしちまったら何もわからねえ。どうにか危機は切り抜けたようだな。しかし妙じゃねえか、穴は開いてなかったんだろう。はい、それは確かです。壁内で巨人が湧いたとしか。巨人化できる人間が壁内にいたとすればあり得るが、さっきの巨人どもはどう見ても普通の巨人だったぞ。いや、普通じゃねえのも一匹混ざってたな。獣の巨人ですね。調査兵団はすでに何度か遭遇しています。報告は聞いてる。巨人の群れにいつも混ざってんだろう。しかも毎度姿を消しやがる。単なる貴公子ではないと。わからんが、とにかく一旦拠点に引き返そう。内地からの増援も到着している頃だ。